ぜひぜひ自分だけ。バラエティですね。今の時代だったら多分ネットにすげえ書かれるよ。でその後が柏レーサーです。はい。え、まさか柏でも。まさか。山下芳哲さんでーす。元気？久しぶりです。元気です。今は福岡。今は福岡ですね。で、まあ、福岡ではどういうことしてんの今？子供たちにサッカーを教えたりとか、女子の中学生のチームのコーチでやったりとか、あとは解説もやってます。アビスパの解説を。あとはもうサッカーの大会の運営とか企画とか、もう本当にサッカー関係ですね。すごいね。みんなが大丈夫かって心配されますけどね。山の子現役時代までを知ってる人たちだからすると大丈夫かっていうね。本当心配されますね。まあリーグもね、もうすぐ再開っていう、今週末なのか J2 だと。まあそういう意味ではちょっとこう仕事の方も、まあそのサッカースクールもそうだけど、ちょっと落ち着いてきた感じ。そうですね。6月に入ってやっと子供たちとサッカーができるようになって、あとは J リーグも始まるんで、ちょっと仕事増えるかなと。そうだよね。ちょっとそこら辺戻ってくんないとね、まあ俺たちはちょっと困っちゃうよね。そうですね。本当に大変です。はい、またね始まってほしいなと思いますけどね。まあ山は東福岡高校でね、はい、そのままアビスパ行ったっていう経歴ですけど、まあ俺は高校サッカーで見てたからね。東福岡高校がちょうどでも強くなった時ぐらい。そうですね。ずっとそれまでは福岡東海第五ってとこが強い、うんうん、ここからもう東福岡の時代が来るわけだ。そして元山たちに全部奪われました。優勝だからね。三冠取っちゃったんで。そうかそうか。でもその後輩たちとは交流あんの？交流はもう同年代とか同じ年ぐらいですね。元山は今福岡にねいるんで、たまに会ったりとか。現役の選手たちからすればまあ憧れの山下先輩なわけだもんね。いや知らないんじゃないですか。知らないかな。僕も分かんないもんね、年下は全然。え、応援行ったりしてないの選手権とか？たまにです本当に。まあそうだね、こっち関東まで来るのも大変だもんね。で東福岡からまあアビスパ行って、まあいろいろ移籍はしてるけど、はい。でアビスパの時だってもう新人から出てたでしょ。そうですね、高校卒業して開幕戦もベンチスタートだったんですけど、途中から出て。鳴り物入りだ。いえいえ、清水監督のおかげです。あ、そうかそうか、清水さんだったんだ。そうなんですよ、1年目は J1 っていうか、あれか、福岡はまだ入れ替えてなかったのか、その時。そうですね、最初は J リーグでしたね。ねえ、福岡にチームができるって聞いた時になんか俺らワクワクしたもんね。福岡に行きたかったからでしょ。そうそうそう、だからほら九州ってなかったじゃない。うん、フリューゲルスが鹿児島でやるぐらいで、俺らとプレシーズンマッチで福岡行ったからね。しかも福岡ドームでやったよ。僕も高校時代福岡ドームでやりましたよ。夏やったんだけどすげえ涼しくていいなと思ったら上が開いたんだよね。なんで開けるんだと思った。そんなイメージあるけど、まあでもそこからね福岡ができて、福岡にはサッカーのチームが定着したけど、なかなか J1 に定着が再建できないですね。そうですね、上がっても1年で J2 っていうのがありますからね。逆に他のチームがね、まあ、トスだとか J1 に定着しちゃってるからね、隣だけど。お隣のサガントスが。でも、ヤンマーはだから移籍するときは J2 とかに落ちちゃったときに移籍するんでしょ。それ言わないでください。降格受け負い人です。で、自分は出てくるんだ。なんか、引き悪い。まあまあ、それがほら、評価されてっていうところもあるからな。まあ、当然ね。結果そうなったわけね。はい、福岡は何年いたの？福岡、5、6年？でもまあ逆に言うと、23、4だと一番いい時だもん ね、 いいですね。福岡はこう入団した時ってのはどうだった？対戦相手とかでもさ、結構な人たちいっぱいいたじゃない。いや、もうそうそうたるメンバーがね、他のチームにもいたし、まずアビスパに入って衝撃的だったのは、マラドーナの弟がいるじゃない、ルーゴ・マラドーナ。あ、その時か。その時なんですよ、めちゃくちゃうまいし、ボール取れないんだよね、全然。そう、うまかった。それも衝撃的でしたね。ルーゴ・マラドーナいたね。俺も戦ったって、俺はマッチアップはしないけど、やっぱね、うまかったよね。まあまあ、ある意味マラドーナってやってんだ、すげえな。まあでも、対戦相手とかでもさ、嫌だなっていうディフェンダーとか、なんだこいつみたいなディフェンダーいるじゃん。嫌だったのは、秋田さんとか嫌でしたね。ああ、上からカーッくからね。もう空中戦の時はもう嫌でした。でも、競るじゃないですか、やっぱりフォワードだから。秋田さんもう、ウォリャーとか言いながら、競ってくるんで、もうそこでもう負けてました、自分。すっごい声出んだよね、秋田さんね。もう威圧感ありましたね。今、草サッカーやっても、うわーって言ってるもん。で、相手強いですね。そうそう、やっぱヘディングはもう、フットサルやってもコーナーキック、ヘディング合わせろっていうか。
そしたら狭いじゃないですか。それでも合わせろって言うから。あとは、サッカーさんも嫌でしょ。サッカーはね、分かる。足速いじゃないですか。足速い。抜いたと思って余裕かましてたら、追いかけてきて追いついちゃうんですよ。すごく嫌でしたね。速く見えないけど速いんだよね。結構ね、この動画を撮ってると、サッカーの名前がよく出てくる。サッカーとあとチア。ああ、土屋さんも嫌ですね。フォワードの人間からすると、スピードのあるディフェンスは嫌なんだね。嫌ですね。特に自分が速い方じゃないんで。うん、それでね、負けてるもんね、気持ちでね。なんか、で、福岡から、でもどこ行ったんだっけ、福岡から。ベガルタ仙台。ああ、そう、仙台か。え、仙台はでもそんなにいないでしょ。2年いましたよ、2年。うん、じゃあ俺と一緒だ。2年在住。2年在住でも十分楽しめるよね。いや、本当に物足りないっす、でも。すごく雰囲気良かったんです、街の。福岡に住んでる人でもそうなんだ。結構似てるんですよね、福岡と仙台って。海もあるし、山もあるし、食べ物美味しいし、すごく雰囲気が似てたんで、すごい良かった。うん、それで仙台も落ちちゃったの？落としちゃいました。また移籍。自分だけ。笑い話ですよね、今の。そう、もう今もやめてるから。今の時代だったら多分ネットにすげえ書かれるよ。でしょうね。裏切り者ぐらいな感じで。いや、もう書かれてたんじゃないですかね、実際。でもそれはでも当たり前のことだからさ、選手として。それで評価されてるわけだからさ。で、その後が、柏レイソル。はい。え、まさか、柏でも？まさか。あれ、そうだっけ？柏も？柏が落ちた時は、うん、僕、大宮のアレディージャの方にレンタル移籍してたんです。なるほど、なるほど。席は柏にあって、で、大宮にレンタルで。大宮は J1、その時。J1 ね。あ、J1 ね。席は柏だったんで、うん、一応落としてますよね、僕。ああ、なるほど。その時、じゃあ柏が降格しちゃったんだ。で、大宮に行って、で、柏に戻ったの？戻ってきたの。はい、次の年。そこで J2、初めて戦いました。うん、で、その時、大宮は残留？残留です、もちろん。チームは残留だけど、今度は本人が降格しちゃったんだよ。やっとなるほどね、面白いね。ああ、いや、面白いですよ、本当に。いろいろ経験しましたね。でも取る側は山下取ったら落ちちゃうからなんて思わないでも思ってたんじゃないですか、誰かもう。あいつ来たから来たと。前田良一がさ、最初にそのシーズンゴール決めるとそのチームが J2 落ちちゃうとかさ、あったじゃん。たまたまなんだろうけどね。でもなんか本当続きますよね、なんかね。多分ほら、サッカーってチームプレーだしさ、山フォワードだしさ、これ監督だったらオファーないよ。でしょうね。僕だってしないですよ、自分が監督だったら。そっか。柏で J2 で、それで上がったんでしょ、もうすぐ。で、1年で上がりましたね。で、初めてクビになりました。ああ、そうか。そこで初めて戦力外通告を受けたんだ。それショックだね。それいくつの時、柏の時って。28か9か。え、じゃあ怒涛のサッカーシーズンだね。仙台から大宮、柏。結構濃いですね。そうだね。30前にそれだけ経験するってなかなかないもんね。そうか、それで栃木とか行ったんだ。ああ、そうです、そうです。で、初めてそこで JFL。栃木が土曜目指そうってなって。関東で唯一 J がなかったんですよね、栃木って。一応、今年で上がろうっていう時に、いいタイミングで入れて、で結果的には上がれなかったです。上がれなかったんだ。そっかそっか。で、栃木何年いたの？ 1 年です。1年で上がれなかったんで。あら、2年連続。2年連続。それで、FC 琉球に、沖縄の方まで。ちょうどトルシエが沖縄に関わる時で、はいはい、で僕対象そういう話がもらって練習生で行ったの、契約してもらったっていう感じですね。その時もじゃあ JFL で FC 琉球が J2 を目指すと、上を目指そうっていう感じで。そうだね。だから琉球も栃木もそうだけど、なかなか時間かかったんだよね。環境もなかなかね、整わなかったんで。まあやっとなんかそれが見えてきたのか、まあ決まったのかわからないけど、うん、だいぶ多分変わったと思うんですよね、今。それでまあ引退、それで3年やってクビになって引退。あ、沖縄3年もいたんだ。でもさ、結構いろいろ住んでるじゃない。沖縄に住むのどうなの？仙台とどっちがいい？どっちがいいさ、おらんじゃない。沖縄はサッカーするのはきついですけど、観光するにはいいかな。まあ、それは分かってるよ。まあ真夏はあれだけど、でも今こっちの本州も暑いじゃん。暑いところは暑いですけどね。まあ、沖縄にいるときは一年中あったかいんで、着るものには苦労しない。T シャツで。そっか。まあでもいろんなとこ行ってんだね。沖縄は僕、お母さん沖縄の人なんですよ。あ、そうなんだ。なんで、おばあちゃんもいたし、おばあちゃん高校ができたなっていうのはすごい良かったですよ。なるほどね。じゃあそういう意味では現役生活はうまいこと言ったってことかな。どうなんですかね。結果的にいろいろ経験はできたなって。そうだね。いやでも結構ほら、移籍する人たちもね、たくさんこういるけどさ、J2 の中で移籍する選手もいれば、まあ当然 J1、J2 っていう。ね、でもそうやって J1 のところである程度こうやってきて立ち上げていくチームにも携わってっていうのはなかなか経験できることじゃないからね。いい経験はできましたね。引退するときはなんかもう結構あっさり、やっぱ悔いは残りましたけどね、怪我とかじゃなかったんで、
チームがなかったっていうのもあるし、やっぱり地元に帰ってなんかできたらなっていう感じで、もう引退して福岡に帰ってきた、うん、結構じゃあその決断は早かったの？2月の終わりぐらいに帰ってきたんですね、福岡。決断早いかどうかは分かんないですね、何かあるだろうっていう感じで帰ってきたんでまあまあ町も大きいしね、そういう意味ではじゃあもう今地元にうまく関われてサッカーを通して、どうなの福岡では、福岡タレントになれてもタレントじゃないけど芸人じゃないですもん。だってほらもう千葉直樹はね、仙台のもうタレント、ウィキペディアにローカルタレントって書いてあるんだよ。タレントにいっぱいもうタレントですよ。で中島浩二だって今や広島でね、そうですよね、結構いろいろテレビに出たりっていう、まさかあの二人がっていうのが俺の中であるからね。ですよね、特に直樹ですよね、あんな喋るとは思わなかったね。え、何垢抜けてんだっていう。いや、それは絶対福岡でも一緒でしょ。いやタレントではないです。まあタレントではね、いっぱいいるからね、あそこはね。あとほらソフトバンクもあるからね。そうそう、野球の強くなりたい、うん、まあアビスパも J1 に上がらないと福岡の人たちの盛り上がりがやっぱ違うもんね。どうですか今シーズンのアビスパは。いや、長谷部監督になって開幕戦見たんですよね。一応 KBC っていうラジオの解説をやらせてもらったんですけど、うん、すごく面白い、今年は期待できるなっていうのがありました。あ、本当。今年はプレーオフないからね、もう上位2チームだからね。注目する選手がいます？フォワードも、わかります、ちっちゃくて足が速いんですけど、こうの？この子が開幕戦でゴール決めたんですけど、うんうん、でも結構面白い選手だなと思って。注目してください。楽しみだね。楽しみがやっぱりないもんね。野球始まってもだと嬉しいもん、俺。何か始まって嬉しいです。本当、それまで本当に何もできなかったかな。お客さんがいないっていうのはちょっと寂しいけど、まあでもね、スポーツをやってもらわないと、まあ俺らも動けないから。俺が福岡行く機会もないから、そんな。イベント作ってよ。俺が山を誘うんじゃなくて、山の俺を誘ってくれるべきから。そうですね。それぐらいなれるように頑張ります。じゃあ、そしたら山もね、いろいろ、現役生活何年？十何年やったの？今だと。15年もやったのかな。15年もやった。うん、山下が考えるベストイレブンを、はい、そう来ると思いました。どうですか、1998年の代表のあの時が一番面白かったの、あのワールドカップですよね、初めて、うん、選手っていうのはすごく見てて楽しかったですね。本当、じゃあその98年のワールドカップのメンバーのベストイレブン、日本代表フォワードなんか変わったりするかもしれないけど、ちゃんと言える？言えますよ、もうちゃんと。本当？俺以外自信がない。キーパー吉勝さん、田口吉勝さんね、はい、秋田さん、井原さん、中西さん、そうだ、中西英輔ね、中盤、右から奈良橋、奈良橋さん、山口さん、山口元弘さん、はい、七海さん、七海、相馬さん、相馬さん、相馬直樹さん、福下に中田秀さん、中田秀俊、フォワード、ツートップ、ツートップ、コンさん、中山さん、まあ、ジョーさん、長寿、はい、なるほどね。それからロペスじゃないんだ。その98年の時は、もう入ってんの？もう J2 年目か、96年に入ったんで、うんうん、2年目ぐらい。テレビ画面で応援してましたね、なんか。地元で。え、代表入ったのはいつなの？代表は2001年か。トルシエになってたんだ。日韓の手前ぐらいですね。代表のなんか OB 戦とかも行ってんの？一回だけ行かしてもらって。結構ちょこちょこやってない？あれって。やってますけど、なかなかね、呼ばれなくて。で、前、栃木であったんで。多分僕栃木にいたから呼んでもらったのかなと。代表の OB もこう運営する側もいろいろ人選があるんだね。いっぱいいるもんね、それはね、日本代表、ね、そうですね。まあでもいいじゃないですか、元日本代表という肩書きがあるんだから素晴らしいですよ。俺なんか何にもない。今があるじゃないですか。今宮城絆大使だから。それ欲しいですね。2年しか住んでないけど、未だに継続されてるからね。ありがたいことに。まあでもね、大和はでもベガルタの OB もそうだけど、埼玉ダービーでね、大宮の OB って、大宮半年もいなかったのに呼んでくれて、すごいいい経験できましたね。今度レッツがやるときはそんなに交通費は出ないと思うんで会えないと思うけど。水内くんが呼んでください。大変なんだよね、やっぱね、地方にいる人とね、ギリギリ来てください。今年はねちょっとこんなんだから、できるかどうか分かんないけどね、またやると思うんで、はい、大宮とは。福岡で OB ちゃんとさ、作っときね、福岡 OB。 今年福岡は25周年なんです。なんか OB 戦とかを企画してたりしてるみたいなので、うん、何かしらね、OB が集まってできるような環境できたらなって。そうだよ。それでほら、みんな連絡先分かっとけば、なんかあったらそれちゃんと連絡取れるし、ZOB のだって LINE グループ80何人いる。で、誰か知るとこあって、はい、招待とか。届くした近藤哲氏が引退したときは、はい、あ、こんちゃん、はい、LINE グループ入ってくださいって反強制だから、いいね、みんな繋がっていくっていうところでね、はい、まあまた福岡で会うこともあると思いますけど、頑張ってやってくださいよ。はい、頑張ります、うん、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。またね、山。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃね。さあ、今日のゲストは、はい、もうね、入札終わってる。なんで入札